静止画かと思いましたか？違うんです。本日はですね、私初めてのドッキリ企画でございます。まず本日仕掛け人で参加してくれます、エレーナッチとシンディ先生と私葉山純奈で本日はお送りいたします。はい、ということで本日はですね、こちら中目黒にあります、かぶとさん、私たちが大好きな焼肉屋さんでございますね、こちらにご協力を得て、個室を使ってギャビーとダリアをはめていきたいと思います。何をするかと申しますと、普通にご飯を食べに行こうと誘って5人であります、で、個室でご飯食べるんですけど、私が電話をしたままカバンなどを置き去り消えるという、戻らない40分間。で、私基本的に事務所の子たちとか会社の子たちには一緒にいる時に1円も払わせないんですよね。その後その2人はどういう行動に出るのかっていうのを検証してみたいなと思います、そう、私的には一番おもろいのは、もうこの社長のカード行っちゃおうよって行くのが一番おもろいかなと。プレッシャーだな。そこのねアシストですよね。重大だな。ということで初ドッキリとても楽しみでございます。はい、どうなったかご覧くださいませ。私このまま席に戻らないまま、で店員さんが会計を持って現れます。さてどういう風になるのでしょうか。ちなみにいつもはですね、私のハイスペック秘書、法人のクレジットカードを持っていることをみんな知っているんで、それで払っちゃおうかってならないために、エレーナ先生がちょっと小芝居を挟んでございます。やばい、カード忘れてきちゃったみたいな感じで、私の財布は見える感じで
テーブルの横にセットされてるんですよ。どうなることやら。あるいはこんなリアクションをすると思います。この二人が割とリーダーシップではなくて、やっぱシンディがレジーナでリーダーなんですけど、ついていきたいと思って、だからこの引っ掛け回し役がこうリーダーシップじゃないですかね。だから多分悪いことに手染めちゃうんじゃないかなと。私は最初ドア開けっぱにしてて、シンディこっから出てこなきゃいけなかったじゃないですか。あれ私めっちゃ焦って閉めなあかんと思って、はいはいはい、でエレーナも多分同時に気づいて、シンディさんがパッチで持ってったんですか。あ、そうだったんです、はい、それをこうエレーナが同時に気づいた時、顔がめっちゃってなってたから。そうなんですか。でまたその次の日ぐらいからずっとアンベみたいな、絶対にアンベみたいな、絶対に、はい、洗濯しとけばよかったと思って。私、思わず行ってないんですけど、あ、トイレ行ってくるわって言って。そう、トイレ行きました。行きましたね。だ突然何言うか、ね、そこの廊下でしゃがみ込んでました、ね、トイレ行きたくなかったから。ここでもカラオケの人はありますね。本当だ、ダンバーが強いな。すごい、これ赤い系来た。8万4千カンチ効いてる。安くはないけどめちゃめちゃ美味しいんで、なんか特別な記念日とかに本当におすすめです。個室は別府ルーム、別府料金かかっちゃうけど、タバコ吸えます。カラオケついてるし、この部屋に関してはダンスとかも。この後撮る TikTok を心配してます。腹パンすぎて。まだってことは焦ってないっていうことです。数が減ってきてるぞ、極端に。もしやこれシンディとレイナが緊張しているから立ってる。今の子はね、ボディーがなんか電話してますよ。あ、あ、あ、私が電話してますよねっていうの。仕事であり、トラブル、これありだね。全員でレイナの今の振りスルーされました。あ、なるほど、わかりました。2人全く動じてない。ちゃんとやってみよう。ちゃんとやってみます。ダリアがちょっと焦り出して、あ、エレーナが見に出ました。やはりそうなるかっていう。金額をシンディが見ようって言って見ました。やばくないとかって、金額見て。いないですね。ダリア固まりました。ただギャビーはまだ消えてない。さすが。あ、カバンに触れた。え、私のカードで一旦払います。お、ダリアが自分のカードで一旦払いますか。おお。2万。おお、ダリアが。ダリアが取りました。払う。払う気ですね、一旦。あ、同じギャビー。ギャビーは、ひたすら口開けてます。あ、やばい、ただいま電話に出ることだけ言いませんけど。で、なんか電話してるときにファンが来て、ファン
ファン対応中。そうファン対応中だファン対応中。なるほどね。ただギャビーは何も発してないですね。ダリアだけが解決策を一生懸命。ダリアさんが優しい。検証結果、ダリアのみがパニクリ、ギャビーは携帯をいじくり倒し、作戦を練ることもなく身投げしている状態でございます。そしたら私もちょっと構えきる。そうですね。そうしましょうか。変更します。そしたらちょっともうここのこのままだとダリアが、先陣切ってカード消すので、一回店員さんにカード預かってもらってカードが切れないんですけどっていうのを言っていただこうかなと思います。シンディが私のカバンを触るという気候で私の財布を出すという。出したけどダリアが自分のカードを出しました。シンディにドン引きしていますので、自分のカードカード切れません、カード切れませんでした。いきました。3万8000円。5000円。同調させようとしているけど、みんなの手持ちでは足りなかったので。でもちょっと もう時間ですよね。ありがとうございます。みんな一回荷物だけ出して、今お金を下ろして、お金を下ろしに行こうとしてます。座ってくればよかったね。でもなんかないですよね。なんかこんな、ね、ない。あのね、ないですよね。結構怖いんですけど。ちょっともうダリアがこうなってますね。私みたい。仕掛け人楽しい。ありがとう。渡して足りないものを下ろしてくるんで交渉してすごい新しいです。あ、やばいやばい、出ようとしちゃってる、出ようとしちゃってる。どうしましょう。全員一回出ようとしちゃってる。行きますか。行きましょうか。はい、下降りた方がいいですかね。下にいた方がいいですか。みんな一旦この部屋出た方が今そうですね、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。ギリでした。すいません、あのちょっとお預かりしていただいて、いやでも
不安だし、なんかやっぱそのね、そのものを勝手にっていうのもあるし、本当にないからね、怖いのだからずっと変な本が、変な本がはい、ということで、はい、本日は、ダリアとギャビーにドッキリでございました。やられたということで、はい、本日騙された2人のインスタグラムがこちらです、はい、そしてあの仕掛け人をやったインスタグラムがこちらとなっております、はい、そしてこのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで次回は何が行われるんでしょうか。はい、私騙されるのも嫌やし、それはね、手が踏んでないとなかなか。さっき仕掛けに楽しいごめん、めっちゃ楽しい、やばめっちゃ緊張してということで、本日の動画は以上となります、はい、また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。願望はリスキー I don't start